大阪市交通局2101系電車とは大阪市交通局が保有していた路面電車車両である。1953年に19両が製造された。2101型は1951年に日立製作所、富士車両、帝国車両、近畿車両、広瀬車両の各社で製造された。2101型は 実質2001系の造備車として登場し、車体も2001型と同一の全長約12.2メートルで、側面窓配置は D5D4、前面も3枚窓であったが、技術の進歩に伴って、サービス面や足回りに大きな改良が施されたため、2001型と別形式となった。2001型から改良された点としては、サービス面ではべての扉を自動ドア化して、 車内照明に大阪市電発の蛍光灯を採用したことから、そのサービス電源を賄うために、電動発電機が取り付けられた。また、足回りもリサイクル品仕様の2001型とは異なり、台車は新型のウィングバネ台車の FS-57 を、履き、主電動機は、 端子電圧 600V 時1時間定格出力 37.5kW の SS-50 を搭載することとなった。2101系の製造量数が19両と中途半端なのは1953年の車両製造予算は20両分が確保されていたもののそのうち1両分を大阪市電の和製 PCC カー第一号車で 大阪市電創業50周年の記念車でもある3000型に充当したためである。2101型は戦後の市電全盛期には宮古島、春日での両車庫に配属され、先輩の2001型と共通で両車庫が担当する各路線で運行された。車庫の場所柄、大阪駅周辺のいわゆる北でよく見られる車両であったが、宮古島担当の11。 15の両系統で、南馬や阿部の橋といった南にも顔を出したほか、桜橋福島西通館では、宮古島所属の13と春日で所属の16、17の各系統が重なることから、両車庫の2101型がすれ違う光景が見られた。2101系の見かけは2001型と大差なかったが、蛍光灯の採用や、ウィングバネ台車の装備など、当時採用できる。 新規軸を積極的に導入することで3000型をはじめ、後に登場する2201型や30001型につながる新規軸導入の素地を築いた。その意味では、戦後の復興から和製、PCC カーに代表される戦後路面電車の前世紀への過渡期にあった車両であると言える。この他、新型台車のテストも行われており、1956年、 ゴルに2101号に、日立製の試作台車を履かせて、実用試験を行ったことがあった。また、検査などで FS、FS-57 の予備が確保できなかった時に、手持ちの大阪市電系台車やブリル 77E を装着して運用されたこともあった。大阪市電縮小の過程において、2101型は2001系同様、末期まで運行されたが、 1968年10月に全車廃車された。廃車後は、こちらも2001系同様車両が若く使い勝手のいい中型車であるにもかかわらず、他社への譲渡車はなかった。また、一部車体のみ売却されて保存されたものもあったが、すべて解体されている。ありがとうございます。